マイクラには様々な怪奇現象や都市伝説が存在していて、中には都市伝説のモブが実際に現れたと言われているシード地や方法があります。ダークレッドさん、見た目は真っ黒になった太陽で異様な顔をしている姿の太陽の都市伝説モブ。マイクラ世界の昼に現れるレッドさんと違い、夜に現れると言われている黒い太陽で黒曜石や炎などを使いプレイヤーを襲うらしい。もしもこいつが夜空に現れたら。というわけで今回は都市伝説モブのダークレッドさんが現れたと言われているシード地、それがこれ、ダークレッドさん。このシード地でチートをオンにする、そうすると現れると言われていて、ここに実際に僕が行ってみて目撃情報と同じ動きや方法で実際にダークレッドさんに出会えるのか検証していきたいと思います。そしてマイクラ都市伝説が好きな人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。目標高評価数は500、高評価しないと現実世界にも都市伝説の影響が。まさかそんなわけ、え？このシード地に入り、空には怪奇現象が起き、昼にもなぜか怪奇現象が起こる。そして夜になると空には黒色の巨大な太陽、ダークレッドさんが現れると言われている。夜の空を見上げるとそこには、最近マイクラ都市伝説好きな人多くね？検証してほしい都市伝説があればコメント教えてね。あと、高評価もついでにポチッと。そして、チャンネル登録者数10万人、マジでありがとう！というわけで、いつもありがとうです。というわけで、ここがね、ダークレッドさんが現れたって言われてるシード地の最初のスポーンチェーンなんだけど、まあ、周りを見た感じね、本当に何も怖いものはなくて、本当にね、ここにダークレッドさんなんていうね、まあ、あまりにも顔が怖すぎるあの都市伝説モブが現れるのかって話よな。そしてさらにさ、近くには村もあるし、もしかしたら、いいシード地なんじゃない？ま、ただ、お、ここになんかめちゃくちゃでかい、異様なほど綺麗なね、穴があるし、なんか、ジャイアントアレックスとかって、こういうね、地形に対して怪奇現象起こしがちだから、もしかしたら今の穴とかも、ダークレッドさんの怪奇現象に関係あるものかもしれないから、しっかりね、この指示地で何か怪奇現象が起きてないか、確認しながらね、進んでいこう。そして、もしもね、この動画に何か変なの映ってたり、怪奇現象みたいなものがね、起きてたら、すぐにね、コメントで教えてください。さすがにまだ何も起きてないと思うけどね。とりあえずサバイバルをして、もしもね、ダークレッドさんが現れた場合に対処できるようにはね、準備していこう。ダークレッドさんには似た都市伝説モブに、レッドさんや月の都市伝説モブのルナムーンといった空に関係のある都市伝説モブがいて、この太陽や月には一体どんな秘密があるのか。そしてマイクラ世界に現れてプレイヤーをなぜ襲うのか目的が不明。こいつらって一体、何なんだ？というわけで、今回のね、都市伝説モブのダークレッドさんって、まあ、見た目はね、見ての通り、少し前にね、検証動画を出したレッドさんとね、顔は似てるんだけど、レッドさんは全身がね、真っ赤なのに対して、今回のダークレッドさんは、その名の通り、全身が真っ黒。このダークレッドさんって、海外でね、いくつか、実際に出会ってしまったという目撃情報があって、この動画を撮る前にね、一応目撃情報を確認してきたんだけど、ちょっとね、マジで怖すぎる。今までのね、都市伝説検証の中でも多分トップレベルに怖いモブで、後でね、詳しく解説すると思うけど、なんかこのダークレッドさんって、現実世界のね、プレイヤー、まあ、僕に対して、もし出会ってしまった場合、何かね、現実で怪奇現象が起こるって言われてるから、もし出会った場合ね、現実にも注意しないといけないと。マジで、それがね、一体どんなものだったのか分かってなくて、海外の目撃した人の話では、なんか、その後ね、マイクラを二度としてないらしくて、そして、レッドさん同様にね、炎を使って攻撃とかしてくるらしいから、今回はね、それの対策として、先にね、水バケツを作って、もしも炎で攻撃されても、水でね、跳ね返せるようにしたいんじゃないかなと思って。ちなみに、みんながもしね、ダークレッドさんに出会った場合、どうやってね、対処したりするか、コメント教えてください。まあ、ただ一説によると、水も効かないとか？ダークレッドさんに遭遇すると、空から炎を使い攻撃されたり、さらには現世になぜか黒曜石が現れ、プレイヤーを捕らえようとしているのか？ただ、空に攻撃することはできずに、ただ逃げ隠れすることしかできない。何か、方法はないのか？あ、荒廃したポータルあるじゃん。いや、なんか、だいたい、怪奇現象ね、起こる、このね、都市伝説のシード地って、なんか荒廃したポータルの中にね、なんかあるんだけど、めっちゃ普通。あ、でもバケツありがたいな、めっちゃ。よし、とりあえずこれでバケツ待って、え？待って。え、なんでさ、僕レッドストーン出すと思ってんの？え？今さ、サバイバル始まったばっかりで、特にね、村から出てないんだけど、まだ。そしてね、洞窟とかもまだ行ってないし、なのになんで、手持ちにレッドストーン出すとあんの？どっかで拾ったのかな？ダークレッドさんが逃げ切ったとしても、さらにはレッドさんが現れた。他にもルナムーンが現れたなどと様々な遭遇情報があり、海外の遭遇情報には現実世界のプレイヤーにも影響を与えたことがあるという。もしも出会ったら、すぐにワールドを抜けるべきなのか？このダークレッドさんって、今ね昼なんだけど、多分昼の空にね太陽を見ても、現れてはいないんだけど絶対に。今の太陽は、これか。
まあ、見ての通りね、特に何も異変はないんだけど、このダークエッドさんが現れる時って、他にも空に関する都市伝説モブで、ルナムーンってやつと、あとダークエッドさんとにね、似た感じのレッドさんがね、なぜか同時にね、この人たちに現れたらしくて、とりあえずね、夜になって空見てみたら、まあ、もしかしたら月がね、ルナムーンかもしれないし、まあ、しっかりそれも確認しながらやっていこう。ただ今のところ大してね、怪奇現象みたいなものはないな。この人たちでさ、怪奇現象を探すために結構動いたんだけど、未だにね、特に何もなくて、まあ、もうすぐ夜だから何かあるといいんだけど、特にね、何もないんだよな。ちょっと待って、待って、今さ、昼だったよな。なんで今、急に夜になったの？何この音しかも。待って、ただ、夜の月は、ただの普通の月だし。ちょっと待って。さっきまでさ、あのポータルって開いてなかったよな。ついさっき僕がさ、ポータル確認行った時って、特に開いてもなかったし、周りもね、何もなかったんだけど、なんでポータル開いてんの？そしてマグマ？もしかしてさ、ここに誰かが来て、マグマで何か仕掛けてったのかな？ハッカーとか？なんなのこれ。わかった。とりあえずさ、今回の目的は、ダークレッドさんに会うことだから、このね、ネザーの中に何かあるかもしれんか行ってみよう。大丈夫かな？何も異変がないといいけど。あ、痛い、ちょっと待って。普通に関係ない、これ多分。多分このダメージはダークレッドさん関係ないダメージ。あー、ちょっとスポンジじゃえぐい。あ、やばい、死んじゃう。まあ、誰かな、もしかしたらさ、このダークレッドさんに遭遇した人のね、遭遇情報に、なんかダークレッドさんって黒曜石を使って攻撃してくるとか、プレイヤーのことを閉じ込めてくるとか言われたから、もしかしたら、そのためのネザーなのか？ネザーにもしかして何かあるのかな？ネザーのこと一通りさ、探してみたんだけど、なんか、特に何も怪奇現象なくて帰ってきちゃったー、やばい！逃げろ、もう出よう。まだ戦えない。特にね、何か怪奇現象みたいなのもなかったんだよな。あぶね。待って、え？は？待って、なんでこんなマグマあんの？て、黒曜石こんなあったっけ？待って。ちょっと待って。さっきさ、スポーンした村、あれなんだけど、痛い。なんで村壊れてんの？てか、黒曜石のコンロで何これ？今あのネザーゲート開いて、僕のことをさ、ネザーに送ってその間に、現世を荒らしてたこと？もしかして今現世に、ダークエッドさん現れてたのか？何これ？待って、しかも何これ？は？ちょっと待って、なんかさ、現世がめっちゃ荒らされてる。もしかしてやっぱり、僕がネザーに行った間に夜迎えてたから、その間に現世に現れたのかな？待って、どうなってんのこれ。最初にスポーンした村がぐちゃぐちゃなってる。待って、とりあえず逃げよう。離れよう。ダークレッドさんに対抗するには、炎の攻撃を防ぐための水バケツや、空からの攻撃を受けない洞窟の中に隠れるしか対抗する手段はないのか？さらにもしも空の都市伝説モブが他にも現れたら、一体どうすればいいんだろう。まあ、とりあえずさ、さっきのあの村からは離れてきたけど、どうしたらいいんだあの村。危ない。あの村は多分もうさ、ダークレッドさんに汚染されてるんじゃないかな。だからどうにか、あの村以外でね、拠点を作って迎え撃つ準備をしないとな。でも今夜だからな。待って、は？ちょっと待って。確かさ、海外の遭遇した人の情報の中で、なんかダークレッドさんが現れる前に、ルナムーンとかも現れたって見たけど、待って。これ、ルナムーンじゃない？待って、どうしよう。まずい。わかった、とりあえず、一旦ルナムーンは今回関係ないから、とりあえずルナムーンが収まるまで、この洞窟の中隠れよう。で、夜が明けたら、外に出てみて、そしてね、あの村に戻ってみよう。もしかしたら、そこに何かいるかもしれないから。オッケー、とりあえず、装備もできるだけ整えられたし、そしてね、多分夜も明けたはずだから、オッケー。さらにレッドさんも現れてないし、一回村に戻ってみよう。そして、できるだけね、ダークレッドさんが現れた場合の迎え撃つ準備をしておこう。え？待って、は？どういうこと？え？ちょっと待って。さっきさ、洞窟に入る前にさ、なんか家が黒曜石とか、よくわからないブロックで汚染されたと思うんだけど、なんで今来たら戻ってんの？え？どういうこと？ちょっと待って、じゃあ、ネザーポータル見に行こう。さっき荒廃したネザーポータルの周りも、なんかマグマとかでめっちゃ埋め尽くされたから、え？待って、戻ってない？待って。え、全部が戻ってる。え？どういうこと？もしかして、僕が洞窟に間にダークレッドさんが現れて、この村に怪奇現象起こしたのか？え？待って。また突然夜になったって。待って。え？なんかダークレッドさんって夜に現れたとも言われてて、この死女地の昼か夜か現れたのどっちかわかんなくて、もしかして現れるやつかこれ。でも今のところ何か怪奇現象起こってないよな。いや待てよ。
さっきこの村が襲われて今戻ってるでしょ。つまり怪奇現象はこの村にあるってことだ。ってことはもしかして、え、あれってさあれもしかしてダークレッドさん、どうする。え、待って待って、は、何この画面。え、待ってやばい、ダークレッドさんの強襲受けてんのかな。ゲームがもしかしてクラッシュするやつ。何のダメージこれは。痛い、ちょっと待って。とりあえず水バケツ。え、待って、マジでダークレッドさんって何だったんだ一体。マイクラ強制終了して逃げたけど大丈夫かな。はあ、え、ここ待って、現実世界だよ。なんで現実世界にも怪奇現象が。